はい、皆さんこんばんは。これかな。俺も言わないけど。いや。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はホペイの。今日もよろしくお願いします。今日はホペイの幼虫。これ何？菌糸がもう古くなったっけ？いや、俺もちょっと保管今年だけ無理よ。はい。幼虫の菌糸交換。菌糸が古くなったけんじゃないの？もうそういう時期やね、交換時期。そうね、3ヶ月か4ヶ月、まあ、そうね、劣化の交換パターンと食い上げで交換パターンと2パターンあるけんね、交換って。それと計画的な交換するパターンと。あ、次のに新しいの食わせようちって。もういやいや、もうあらかじめ計画立てとくとよ。あ、もうそれに沿って、もう食おうが食わんまいがそれに沿って行くちゅう人もおるよ。そうやっちゃう、うん、計画的に。うちはなかなかそれしきらんね。しきらんよ、そんな。お金持ちだけしかできるぞ。お金持ちっていうか、それはもうほんと結構大型を出す人に多い、その計画。あ、うん、大きくなりやすいって。うん、ほう、大きくなりやすいっていうか、うん、あのチャンスを逃さんパターンよね。うん、伸ばして、伸ば、ここで伸ばさないけんちゅう時に餌切れ起こさん。あ、そうか、うん、うちのパターンの場合はここでいかんといかんちゅう時に餌切れを起こす可能性が非常に高い。だけオス観察が必要だよ。そう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 。それではやっていきます。よいしょ。もうお前喋ったっけ。俺もどこまでしたか分からんの。失礼いたしました。6月やけ。失礼いたしました。っ思っとったか。本当に思っとる。思っとる。6月明け、4ヶ月経ったとかね。あ、そんな経つと思う。もう4ヶ月もう。それはもう遅いよ。遅いです、僕はやったら。遅いじゃん。僕は遅い、3ヶ月で帰る。最低1月も遅れたりしたら相当遅れる。そうやった、まあ、6月じゃないのもあるけどね、中に何回かに分けてるんだもんね、ホペイさん。そうやったっけ。うん、そうね、メス浮かしとんのがあるけんね。何回かに分けてます。よいしょ。これオスっぽいね。よし、入れよう。すぐ測らんね。一応みんな測るよ。真似せな、みんなの真似。そうで、そうで、みんな見たいちゃから重さね。はい、まず真似して。4ヶ月経った分ですね。絶対幼虫上に落とすな、ね、それを。俺これ手持っとく。そう、ダメよ、正確に測れんやろ、手に持ってたら。どこに、ここに置こうか。うん、映っとる、それ、この場所。そこを持っていく。 OK。 そう、はい、 22g。 また喋ったりわけだから。失礼いたしました。言うな、それ。1投目 22g。 まあオスもメスもとりあえず800で、1500中案もあったけどね。オス中のはでも分かるでしょって。あ、はい、分かりました。最終もう1回2ヶ月かぐらいで帰るけど、もう頭の大きさで測るしかないね。これメスね、 15g。 まああとのはもう掘ってます。途中まで、途中で時間食ったらいけんけ。3頭目もメス 11g。 ホペイオオクワガタ。また俺が喋ってわからんことやったらやばい。また言われる。もう撮影に入ってる。あ、撮影入ったら大丈夫だと。そういうもんやっちゃ、うん、はい、次もメス。これはちっちゃいね。 10g。国産の、うん、国産のメスとかね、60ミリいくらしいけど、すごいね。すさまじいね。オクワで一番でかいじゃないの。グランディスとかより大きいじゃん。そうやった、うん、国産オクワが一番半端じゃないね。じゃあみんなやりたがるわけよ。お、
4投目 23g 22か。国産で一番でかい、いや国産中か、全国の中ででかい中だったらやっぱかっこいいなと思うよね。いいなと思うね。オスは全部大きくなるかな。アンタイオスとかの方が大きいか。ああ、メスだけ突出しちゃった。メスは、いや、メスもアンテと比べたらアンテは大きいとかない、もしかして。メスも。あ、アンテも。よくわからん。詳しくないけん、あんまり偉そうなこと言う。ラスト、オス。20g。23g が一番でかかったね。あ、そう。うん、まあまあまあ、それいいよ。このこれは何センチいけばいいっつった？これぐらいでいいよ。このオスぐらいで、うん、このオスが 何センチ？長飛やったの。そう、長飛血統近いな。長飛血統よね。うん、それで何本やった？これ、うん、71。71、まあまあ大きいったいね、うん、でもかっこいいよこれ、めちゃくちゃかっこいいよ、めちゃくちゃ顎太くてさ。で、75ミリとかいけばもういい感じやと。ん、75いけば上等じゃない、顎が太くて。やっぱ形やちゃ、うん、問題はもう形、サイズじゃないちゃ、サイズじゃない、形よ。顎の形とか丸くてね、丸くて短くて太かったら。ああ、じゃあなんか兄の思うとこのあのサンバレスみたいな感じやんね。いや全然違うそれとはまた違う。奥歯も全く比べたいか。ああそうやった。横から見てごらんよ、奥歯のかっこよさ。そこ、そうだね、そこかっこいいやろ。かっこいいね、上に向いとるの。その上に向いとる感じは平田にはないけんね。そっか、必ずほぼほぼ横向いとるもんね。そう、もう横、前、上、全部楽しめる奥歯は。そしてその内歯があるやん。ある。内歯がその一番長い顎の部分より外向いとるやつもおるけんね。うそ、ほんとそれとかみんな喜ぶよ。へえ、すげえ。上から見たらもう一本に見えるもんね、内歯なしみたいな。すごいよね、うん、そうそう、ホペイはそうよ。そのそれが国産ちょっと内側に入ってくるやん。うん、ホペはさらに外に出るやつがおるね。すげえねそれ、うん、へえ、異質やね。選別交配でそこまで持っていっとったよね。はあ、いや、サイズより美しさを目指してこれをやっていくとね。そう、はい、ホペはそう。とりあえず今日は幼虫は6本だけ交換して、うん、まだ結構あるけどね、またそれは今度で。オスは1500が最後。うん、もう一回、もう一回。メスはもしかしたらこれで浮かまで持っていくかも知らん。うん、わかりました。それでは本日はホペイの幼虫禁止効果、うん、はい、いや、かっこいいよ。それではご視聴ありがとうございます。